ヘイダル、アリオグル・アリエフは、アゼルバイジャン共和国の第三代大統領を。ソビエト連邦のアゼルバイジャンソビエト社会主義、共和国時代から30年以上にわたって、アゼルバイジャン政界を主導し、大統領としても安定した政治を実現してきたが、その権威主義的な強権政治は、アリエフ一族によるアゼルバイジャン社会経済の支配体制と、 腐敗政治という負の側面をも残した。妻のザリファーズイズイコールクズアリエバとの間に一難、カ目があり、2003年10月15日に行われた大統領選挙で当選したイルハムアリエフは長男で、ある。アゼルバイジャンの飛び治療、ナヒチェバン自治共和国のアゼルバイジャン人の労働者家庭に生まれる。国立アゼルバイジャン大学歴史学部に入学する。 卒業後は1944年にアゼルバイジャン国家安全保障局に入り、1967年にはアゼルバイジャン KGB の議長に就任し、2年後の1969年、アゼルバイジャン共産党中央委員会第一書記に選出された。レオニード・ブレジネフがソ連共産党書記長時代の13年間、第一書記としてアゼルバイジャンの政務を任された後、 ユーリアンドロポフの誘いで1982年12月にソ連中央政界に移り閣僚会議第一副議長に就任し同時にムスリムとしては初となるソ連共産党中央委員会政治局員となった。アリエフの強硬な政治姿勢は1985年に初期長に就任したミハイル・ゴルバチョフのペレストロイカと対立し1987年10月に 政治局から辞職、引退を余儀なくされた。1990年、アリエフは共産党を離党して、ナヒチバンに帰郷し、同地のアゼルバイジャン人議会議員に選ばれた。翌1991年、アリエフはナヒチバン自治共和国最高議会議長に選出され、同時にこの年ソ連から独立を宣言したアゼルバイジャン本国の最高会議副議長に就任した。 そして、ソ連崩壊後に戦争状態に陥った、ナゴルノカラバフをめぐる隣国アルメニアとの紛争の結果、アゼルバイジャン政界が混乱を極めた1993年6月15日、最高会議議長に選ばれ、9日後の6月24日、会員によって大統領に選出された。大統領として政権にあった10年間に、アリエフは国家を強力に指導し、 反対者を排撃しつつ、外資の積極的な受け入れによって、ナゴルノカラバフ紛争によって、壊滅状態にあったアゼルバイジャイ経済の立て直しに、邁進した。1993年10月と1998年10月の2度の大統領選挙において、圧勝を収めて2度の任期を務めたが、選挙が公正だったかどうかについて、国際社会から疑問視されている。また、 外資の導入がアゼルバイジャンに富をもたらしたが、アゼルバイジャンが世界有数の腐敗国家という評価を受ける原因も作ってしまった。アリエフ夫婦がエネルギー産業を支配した額の石油利権を個人収入としたことも国際的非難を受けた。アリエフの健康状態は1999年頃から損なわれ、この年アメリカ合衆国で最初の心臓バイパス手術を受けた。 さらに、前立腺とヘルニアの手術も受ける。2003年春にはテレビで生中継された演説の最中に倒れ、8月6日、再びアメリカに送られて、心不全と腎臓病の治療を受けた。治療中ながら10月に予定される大統領選挙に候補者登録を行ったが、8月に首相に就任した長男イルハムも候補者登録を行った。結局、 10月3日に、アリエフは、治療滞在中のアメリカで声明を発表して、イルハムを後継者と宣言し、与党の単独候補に指名した。その結果、10月15日に行われた選挙では、イルハムが圧勝し、旧ソ連諸国で初めてとなる権力の世襲が実現した。大統領職を譲って2ヶ月後の2003年12月13日、 アメリカ・オハイオ州のクリーブランドの病院で死去した。ありがとうございます。